いや安心するっすね、この画質。しかも TikTok ライブ勝手に美肌効果ついてたんで、ちょっとあの70%ぐらいでちょっと目ギュルンギュルンになってたんで20%に落としときました。これの今度やばいなと思って。これは生これ生です、これ生です。加工ノン加工っす。勝手に加工困るよ。できますよこれ。やめて、俺ほら美肌より良くなってまいよ。いやマジ TikTok の70の矢野さんの顔はちょっとあの見とれんすよこれ。30秒ぐらい頑張って。おい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 、さあ、こっち来ましたからね、はい、皆さん、はい、ね、いっぱい皆さんこっちフォローもして見てくれてるんでね、はい、続きありますよ。さあどんどん皆さん質問ください。すごい、もういきなり70人ぐらいおるっすよ。そらもう皆さんすごかったもん、フォロワーも一気に増えててびっくりしたもん。はい、さあ、はい、まあ、ちょっとプレデターじゃないんですけど。プレデターじゃない、はい、じゃあ、はい、水のアルファのデメリットとメリットを教えてください、うん、はい、じゃあやりましょう。もうこっからのね、今回マジです、ね、水のアルファのメリット、デメリット、はい、はい、行きましょう。はい、はい、こちらですね。基本的に僕個人的に思うのは、まあ、デメリットっていうデメリットが正直ないんですよ、水アルファは。で、やっぱりメリットしかなくて、水のアルファのアッパー自体がこれ5層構造なんですけど、でその中でもこのメッシュがめちゃめちゃ薄いんですよね。で水アルファってよく見てもらうとそこから分かるかな、凹凸あるの分かるかな、こうやってフレーム入ってんので、このフレームのとこだけがスポンジで、それ以外はスポンジ入ってないんですよ。だからそれぐらい薄いアッパーなので柔らかさがとにかくある。だからお店で履いた時から柔らかさが感じれるスパイクなんですよね。で一応これ人工皮革の分類に入るんですけど、とにかく足なじみがいいから履きやすい。もうこれが圧倒的に素晴らしいところです。でアウトソール自体もモレリアとかと配置は一緒だけど、スタッドのただスタッド形状がこの三角スタッドなんで、グリップ力を求める人はやっぱこういうシューズ履いてもらうといいんですよ。はい、なのでね、あのいいこと尽くしの水アルファだと思います。はい、あとは結構あのアッパー自体のここですね、この部分が結構高めに作ってあるんで、指先があんま圧迫きつすぎないので、結構いろんな人履けますよ。なんで、いや、ちょっとアルファだな、きついかなって思って履かない人は、ぜひ履いてほしい。いいと思いますよ。はい。はい。次、アリダスですね。はい。クレイジーファスト、紹介してください。クレイジーファスト。はい。X クレイジーの紹介ってきますね。X クレイジー。はい、そうですね。クレイジーファスト、はい。はい。でと一緒にクレイジーと、うん、クレイジーファストとプレデター、矢野さん的にどっちがおすすめですかっていうコメントが。そうね、おすすめというか、まあ、単純にこのじゃあごめんなさい、どっちが好きですかって来てます。好き、はい、好き、まあ、好きなのは、まあ、個人的には、まあ、今回このプレデター出ました、でクレイジーファストありますけど、まあ、どっちも足通しましたけど、個人的にはもうこっちです。でその理由っていうのが、やっぱりシューズ自体がやっぱこのシューターンセパレートの方があの調整できて履きやすい。やっぱこういう靴ってあの僕全然合わなかったことなくて、全然足にしっくりきてるんだけど、それ以上にやっぱりこの一体化型よりもこのシューターンセパレートのタイプの方が足に合いやすいっていうのが圧倒的です。あとは個人的にはクレイジーファストの方がこうやって見てもらうと指先の高さ全然違うんですよ。これもう見てわかると思うんですけど、であの指先が結構親指がこうやって上上がっちゃってる子とかいるんですよ、こうやって足を見るとね。あと結構指が分厚い子とか、そういう子はこのクレイジーファストのこの指先すごく合うんですよ。ただ僕はそんな指じゃなくて比較的そんな高い方じゃないんで、これぐらいの方が収まりやすくて、僕はこのプレデターの方がしっくりきました。もうそこだけです。なんであのお世辞じゃないけど、久しぶりにこのプレデターだったらあの本当にガチでサッカーするときに履きたいと思えるプレデターでした。もうこれは間違いないです。はい、もう本当こんな靴アディダスで久しぶりです。まあそんな言い方したら失礼かもしれんけど、でもそれぐらい本当に。あとはこのスタッドが HGAG ソールってこんだけ違うんですよ。このクレイジーバストはこういう丸っぽい感じだけど、プレデターはこのね、ダイヤモンドスタッドになってて、グリップめちゃめちゃいいんですよ。だからこれ人工芝との相性めちゃめちゃいいんで、もう本当にこれはマジ即戦力。だから人工芝でやりたい人はもうこれマジいいと思います。
まあ、ただグリップ効きすぎるの嫌だったらこっちのスタッドもおすすめです。はい、こんな感じです。はいはい、続いて、はい、水のアルファと X フライプロ2ってどちらが幅広いですか。ああ、そうっすね、水のアルファと X フライプロ2ですね。 X フライプロ2、 X フライプロ2か、はい、まあ、こんな感じね。で基本的に幅のベースは多分正直変わらんと思います。ただこれも見比べてもらうと、はい、こうやってやると指先の高さが圧倒的に水のアルファの方が高いんですよ。ってことは指先の空間というかゆったりめに感じるのはこっちなんですよ。幅はあんま変わんないけど指先が結構ゆったりするのはこっちなので、まあ、ゆとりを感じるならば、まあ、水アルファの方が楽に履けるかなと思います。はい、そんな感じです。はい、縫い目が土で汚れた時の洗い方を教えてください。ですね、そうなんじゃあこの辺にしようか。そうですね、これまだあるんですよ、はい、で、こういう縫い目のところは基本的には水で濡らして歯ブラシですね、歯ブラシでゴシ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 ってやってもらうんですけど、なかなか土の汚れとかって取れにくいんですよ。そういう時は歯ブラシにうたまろつけてこすってあげてください。そうするとステッチ白くなります。ただステッチ白くしてももう一回使ったら黒くなるから、もうそこ割り切ってやらなくてもいいと思うよ。そこまで。もう本当思う。うん。もうだってクリームつけただけでも色変わっちゃうから、もうキリがないからステッチやるのはやめた方がいいと思う。はい。汚れるのも味なんで、はい。こだわりすぎなくてもいい。はい。はい、フューチャーセブンに合う靴紐は、お待ちくださいですかね。そうですね、後日動画上げるんでフライングになっちゃうんでやめます。はい、はい、ネタバレするんでやめます。はい、新作ウルトラお願いします。おー、ピンクね。はい、はい、じゃあちょっとね、わかりやすく、これが今回新作のウルトラになります。ウルトラアルティメットですね、 HJG で、これが今までの1個前のウルトラだったんですけど、このね、パワーテープのね、がね、ちょっと変わったんですよ。で、何が変わったかっていうと、この時の前のウルトラは結構ね、横幅きつく感じたんですよね、タイトに。ただ、今回の新しい新作のウルトラは、横幅が全く違うぐらいゆったりしてるんですよ。なので、あとアッパーも柔らかくて、すごくね、こう、馴染みやすいアッパーになったので、前回履けなかったけど今回履きたいっていう人はぜひ足通してみてください。すごくいいと思います。でね、こちらの HGAG はね、もう人工芝でガンガン履けるアウトソールなんで、もう人工芝でやるならこの FGAG ではなくこちらです。 HGAG を必ず履いてください。はい、こっちの FGAG はこれあくまで天然芝用に作られただけなので、人工芝ではスタッド折れたりとか怪我の恐れあるんで、基本的に人工芝で履くなら必ず HGAG を選んでください。はい、次行きましょう。はい、クレイジーファストに合う靴ひもベスト3もお待ちください。これも後日配信します。はい、お楽しみに。練習用で安くてコスパのいいスパイクを教えてください。あー、そうね、まあその一つ言えるのが、今やっぱサッカースパイク自体が全体的に申し訳ないですけど値段が上がってるんですよ。もうこれはもうどうしても避けられなくて、やっぱ材料の値段が上がってるので、どのメーカーもやっぱ毎年毎年ちょっと上がるんですよ。でこれからもまだ上がる可能性めちゃめちゃあるんですよ。なので結構皆さんその練習用スパイクに安いもの欲しいって言われる方多いんですけど、もうなかなかないんですよ。なのでね、まあ一つ言えるなら、まあ、だいたい1万円切れるかなという、この辺の水のアルファセレクトとかね。この辺だと、まあ、1万円切って、うちだったら今7900円とかで売ってるんで、まあ、この辺の水のアルファセレクトあたりが、まあ、比較的練習用にはいいかなと。あとは、例えば、こういう型落ちですね。こういう、モナルシータネオ2プロが型が、まあ、ちょっとね、古くなって値段が安くなったものとか、そういうものをうまく使われるといいかなと。はい。はい。とかね。
あとはこの辺の DS ライトクラブとか、この辺の人工威嚇のワイド、幅広の人にはまあこういう練習用スパイクとかね、まあ、1万円切るものがまあ比較的おすすめかなと思います。はいはい、まあ、その練習流れで水のアルファプロ土で毎日使って何ヶ月ぐらい持ちますか？それは分かりません。それはあの個人差があるのでその土のグラウンドでも硬さによって全然違うし、あのそこら辺はちょっとね、あの何とも言えないと思います。はい、ちょっと難しいですよ、ね、はい、とりあえず使ってみてください土で、はい、キーパーで足が広くかかとが痛くならないやつを教えてください。うーん、まあそもそもがあのスパイクはキーパーだろうがフィールドだろうが、あのそのなんだろう、プロレベルの天然芝でやらない限り正直差ってないので、はい、なので基本的にはそのキーパーだから何っていうものはないと思いますけど、まあ、ただ単純にその、まずかかとが痛い場合であれば、そのかかとの裏が痛いんであれば、まずインソールをちょっと一回見直すってことも大事だと思います。でさっき紹介したザムストのインソール、フットボール専用のインソール、スパイクね、うん、そのモデルとかスペックだけで選ぶんじゃなくて、ちゃんと自分が足入れがいいな、あの履き心地いいなと思えるスパイクをまず選んでもらうことが大事です。あとね、ちゃんとしたサイズです。サイズ間違ってるとやっぱね意味ないので、その辺とかをしっかりね、いろんな、まあ、お店に行った時にいろいろ試着してもらった方がいいです。はいはい、モレリアネオ4黄色、うん、あ、ダイナパックの色の保ち方を教えてください。あー、これね申し訳ないんですけど、これね、要するにこれの色が剥げちゃうってことですよね。おそらく言いたいことは、もう残念ながらそれって防ぐことできないんですよ。でなぜかっていうと、あの白とかこの黒のタイプっていうのは水野から補修のリペアペンがあの P ドットで出てるので、それで塗ればいいんですけど、ただこういう限定カラーの色っていうのはないんですよ。そう、いつもね、僕もね結構メーカーさんにこういう話をして、なんとか販売してよって言ってるんですけど、ちょっとなかなかねコスト的な部分とかいろんなのが合わさってできないって言われてるんであれですけど、はい、本来であれば多分ね、あの皆さんほど手入れしたい方多いと思うんで、あるといいんですけど、ごめんなさい、ないんですよ。なんでもう本当にハゲたら終わりです。終わりという言い方あれですけども、クリアのクリームで塗ってもらうしかないので、はい、なんで僕は個人的にあのモレリア好きなんで、あのもし自分がプレイヤーだったら、やっぱそういうメンテナンスのことを考えると、やっぱ白アッパーをメインで買いたいなと思います。黒か白、はい、そうですね。だからこういうカラーアッパーも補修ができないんで、剥げちゃったらそのままなんで、そう、そういう見た目を考えると、やっぱ白が、ね、補修できる方がまあ間違いないね。はいはい、そんな感じです。はい、フューチャーZ のメリットデメリットを教えてほしいです。フューチャー Z も結構古いね。フューチャー Z のメリットデメリットっていうか、まあ別にフューチャー Z はフューチャー Z まだありますからね。これワールドカップの時のこれ26センチラスト必要がありますよ。 HG あのメリットは履きやすい、足入れがすごくいいってことですね、ニットで。でデメリットっていうか、デメリット自体っていうのはそもそもがその足に合わない人がデメリットって感じるだけで、靴のスペックというか靴自体はすごくいいので、まあ、足に合わない人にとってはどうやろうっていうなだけだと思います。はいはい、ディフェンスにおすすめのスパイクっていうのと、うん、スピード系のスパイクっていうのが来てるので、オーケー、これねもう本当死ぬほど僕言ってるんですけど、基本的にスピードプレイヤーとかポジションとかでスパイクって選ぶもんじゃないんですよ。でこれなんでかっていうと、そもそもがサッカースパイクで大事なのは、足に合う靴を選ぶことで皆さんのパフォーマンスが上がるんですよ、ね、だからそこがすごく大事で、やっぱそのスペックだったりとか、その例えばマーキュリアルならスピードとか、プレデターならコントロールとか、そういう話ではないんですよ。で例えばじゃあ一個面白い話しますよ。あ、ごめん、プレデター貸して、これ、あ、これちょっとあれな、例えば、あ、いや、これでいいや。例えば前作のプレデターって皆さん考えてもらうと、プレデターってじゃあコントロール系とか言われて、これつま先に重りあったんですよ、プレデターアキュラシーって。でも今回のプレデターって実はもうそういうのないんですよ。でこれなぜかっていうと、今まで皆さん、ああもう僕フリーキック蹴るからとか、ボール
遠くに飛ばしたいからこういうの履きますっていう人はめちゃめちゃ多かったんですけど、でも世の中のプレイヤーってそこが基準で選んでるわけじゃないんですよ。どの選手も同じように速く走りたいし軽いスパイが欲しいんですよ。だから今回のプレーで言ったら軽くなったんですよ。要するにどのプレイヤーも軽いスパイクを求めてるから、だから基準値も軽いし、だから別にポジションで選ぶわけじゃなくて、そのプレイスタイルで選ぶわけじゃなくて、どれも同じように選んでも欲しいからプレデターが軽くなったんですよ。そう。だから今まではそのプレデターちょっと重いからね、じゃあなんていうの、スピードプレイヤー選びづらいじゃんって思われるそういう方がすごく多いんですけど、そういうわけじゃなくて、はい、スパイクっていうのはちゃんとあの足に合ってるっていうのが大前提で選ぶので、そのね、もうポジションで選ぶとかそういう話ではないです。もうそれはあのちょっと、はい、ない話です、そういうのは。うん、なんでね、あのぜひそういう考え方を変えてもらった方がいいです。はい、あのそういう考え方してるとスパイク選び絶対失敗するので、はい、はい、練習と試合で同じメーカーのスパイク履いた方がいいですかね。おお、そうですね、あの僕は基本的には同じメーカーを履く必要はないと思ってます。でそれなぜかっていうと、別にメーカーと契約してるわけじゃないので、あの逆に言えば試合をこれ履いて試合を全く別のもの、練習を履くのって全然ありだし、あの別に勝手に縛られることはないと思います。逆に違うメーカー履いた方がより自分に足に合うスパイク選べる可能性もあるし、自分の幅も広がるので、靴選びの、あの全然あの同じものにこだわる必要はないと思います。はい、同じようにスパイクとトレシューはメーカーで合わせた方がいいですかってのが来てますけど、これも一緒です。はい、全く合わせる必要はないです。というのもそもそもあの要するにね、これ同じメーカーで合わせてもモデルが変わるだけで履き心地違うんですよ。同じ足型使っても素材が違うだけで履き心地も違うんですよ。で要するに全く別物の靴になっちゃうんですよ。ってことは別にわざわざじゃあそれでブランド合わせる必要があるかって言われると合わせる必要はないんですよ。だから別にブランドで合わせずに違うものを履けばいいんです。はい、はい、コパピアが見たいですというコメントがあったので、はい、ね、ピアですね、はい、ですね、はいはい、はい、ニューカラーです。はい、おい、はい、でプレデターエリートの HGAG と AG 度の価格差は何から来ているのですか。ああ、これね、僕らも結構ね謎というか、でこれまあ一つはこれ多分値段が全然違うんですよ。めちゃめちゃ違うんですよ。でこれ値段の違いがおそらくですけど、あくまでこれあの要するに HGAG って基本的にこれまあ日本でメインでしか売られてないんですよ。多少アジア圏どっかで多少売られてる可能性あるんですけど、基本的にはもう日本メインなんですよ。で今の日本の市場から考えるとやっぱこれめちゃめちゃ多分2万7000とか9000とかしちゃうと売れないんですよ。っていうのもあって、まあ、日本でしっかりこういう HG を販売したいっていうアディダスジャパンの願いがあって、この辺は値段を相当頑張って下げてるんですよ。多分本来であれば多分もっと高いんですよ。だってアッパー一緒っすよ、他のやつと。でもアウトソールが違うだけでってことは、おそらくやっぱアディダスジャパンがどうしてもやっぱこの HGAG トップモデルですねをあの販売したいと。そしてあの各モデルね、このクレイジーファーストもそう、プレデターもそう、コバもそう、 HGAG といわれるエリートのタイプですね、トップモデルの HG は全部足型は日本人の足型で作ってるんですよ。でしかもソールが日本専用の足型で作ってるんで、だからまあまあ本当に日本人用に価格もしっかり設定した、だから日本の市場に合わせた価格にしてるんだと思います。はい、だからね、こまあ言うたら本当にこの値段で買えねえったらめちゃお得やと思います、プレデター。はいはい、さっきのキーパーのかかとが痛いってことなんですけど、肩なんですけど、うん、今の X だとかかとが出ていると思うんですが、それが痛いです。それ以外でありますか。かかとが出てるっていうのはスポーツヒールカウンターじゃないですか。あ、まあ、そもそも足に合わんのですよね、それは。はい、うん、だからそれがなんでそのこれを選んだかわからんけど、やっぱもっと履き心地のいいものをちゃんとお店で選ぶべきです、それは。はい、ちょっとあのいろんな種類をもっと自分の中で幅を広げて、もっといろんな靴を履いてみる、試着してみるってとこが大事です。はい、はい、ダイナパックネオフォーベータサイズ何がありますか。確かもうラスト一足だったよな。ネオフォーベータは 7.5 です。アスイッチ 7.5 だけです。はい、はい、モレリアでモレリア2とモレリアネオフォーの足型は同じですか。違います。はい、エンジニアードフィットラストとエンジニアードネオフィットラストです。
はい、違います。はい、モレリアネオ4ベータの手入れの仕方をお願いします。ネオ4ベータ、ベータ、はい、基本的には今まであのなんだ、インスタもそうです、 TikTok もそうですけど、全部あの手入れ動画一番初めの方に貼っつけてあるので、それ見てもらった方がいいです。はい、もう簡単に言えば、もう本当にあの濡れタオルでしっかり強めに拭き取って汚れ取って、コンディショナーをだいたい5ミリから1センチくらい出してブラッシングするだけ。あとは中地が外して1週間乾燥させる。以上、簡単ですが、あのちゃんと最後はね動画見てください。やり方あるんで。はい、ニットのところはいいですか。あで、ニットのところはまあ洗うなら、まあ最悪まあゼロプラスのシューシャンプーとかでゴシゴシやってもらっていいんですけど、ただあのなんせ乾きづらいんですよね、これ皮とのやつなんで。これはなんでまあ本当にどうしても汚れを取りたいときは、あのシューシャンプーで丸洗いしてもらってから、はい、クリーム塗ってもらえるです。はいはい、今使っているインソールを入れての試し履きは可能ですか。もちろん可能です。あのそのインソールの汚れだけ取ってきてくださいね。はいはい、アシックスのリミテッドってまだありますか。何のリミテッドやなんでしょう。エクスライかな、エクスライ5とかな、この辺かな、この人工皮革のタイプね。この人工皮革マジでいいですからね、おすすめっすよ。うん、はい、はい、なぜナイキのトップモデルはそんなに高いのですか。なぜ、それは僕が聞きたいっすナイキのトップモデルなんでそんなに高いのか、もう僕がめちゃめちゃ聞きたいんですけど、ただこれナイキってすごいのが、ナイキのどのカテゴリーのシューズもそうなんですけど、めちゃめちゃやっぱなんだろう、この先を進む企業なんですよ。だからやっぱ言うたらどの企業もやっぱナイキがこれしたなら、じゃあうちもこれする、あれするみたいなって感じで、まあ多分まあ本当に最新の技術を駆使して、本当ナイキのトップモデルね、本当にトップモデルと言われる靴はやっぱ作られてるんで、やっぱそういうところではやっぱお金がかかってるんですよね。だからそこでは高いかなとは思います。そこかな、多分高い理由は、うーんだと思う、うん、おそらく。はい、はい、X クレイジーファストは人工芝なら AG か HGAG のどちらですかね。当然 HGAG です。いつも言ってますよね、もう他のお店がどうこう言おうと、僕たちは基本的には人工芝には HGAG です。もうで、なんでかっていうと HGAG のスタッドは太めで安定感があるので、人工芝で使っても壊れにくい、そして怪我がしにくいっていうのが売りです。はいはい、プーマのウルトラプロがモデルチェンジしましたが、何が変わったんですか。ウルトラプロ、ウルトラプロが変わったと言っても、だこれとあれじゃないですか、セブンプロじゃないですか。あ、セブンじゃないでしょ。あ、ウルトラ違うか、これとこれですかね。あ、だからこれも実際あの、や柔らかさがまず全然違う、足入れがいい。でも本当にそれ以外ほぼ変わってないです。あか、もう一個前のウルトラってこと。分からん、まあいいや、それはじゃあ後にしましょう。はい、質問はちょっと分かりづらいんで。はい、プレデター新作のおすすめのシューレースは、これもはい、またあの後日配信するんでお待ちください。はい、はい、ネオ3とネオ4サイズは違ってきますか。サイズはあの履いたサイズ感は一緒です。足型も一緒です。もうほぼほぼ一緒です。はい、矢野さんが着てるウェアって何ですか。お、これこれミズノのねトレーニングウェアですよ。これなんと今これが、はい、どっかですよね。あ、そう、これね、あの値段下がったんですよ。クリアランスセール中なんでおすすめですよ、これ。でこれめちゃめちゃこれストレッチ性いいんですよ。こうやってすごいですよ、これ見とってください。ほらやばくないですかこれやばい、これめっちゃ伸びるんですよ、これこれすごいですよ、これ。だからこれめちゃめちゃ着心地いいんですよね。だからこうやってサッカーとかね、こう蹴ったりする時も全く突っ張らないからめちゃめちゃいいですよ、うん、はいはい、ストレスないです、おすすめないですよ。モレリア3-2、まあ、ネオとかってことですかね、はい、の値段が落ちない理由は何ですか。なぜセールしないかってことですかね。ああ、そういうことか。あのセールする必要がないからですというのも、あのモレリアっていうのはミズノにとって
もう一番だ、まあ一番というかとても大事に育ててきたブランドなので、やっぱそれセールして価値を下げるって必要がないし、あとはやっぱりあの、まあ言うたらいろんな人にやっぱモレリア買ってほしいですけど、ただ本当に履きたいっていう人にやっぱ支持されてる靴なので、あのセールしてじゃあ買ってとかっていうレベルの靴ではないので、はい、それぐらい頑張ってというかね、あの本当にお金貯めてでも買ってほしいようなやっぱ靴になるので、はい、なのであの値引きをする必要がないというかね、基本的にセールになることはないです。もうモレリアって基本セールないんですよ、本当にないんですよ。まあする必要が本当ない靴なので、はいって感じです。はい、はい、モレツの値段がいくらですかっていうのがあるので、まあ定価販売です基本。はい、モレツは、はい、そのあと一応黒がありますかってことなんで、モレツ、モレツ黒あります、うん、モレツ黒、はい、あります。はい、うい、紫のスパイクってありますか？紫のスパイクはないです。ただ紫の紐が合う靴ならあります。はい、こちらです。はい、プレデターの足幅はどうですか？足幅は、あ、いい質問ですね。プレデターの今回の新しいプレデターエリートは正直言うと広めではないです。ただあのやっぱりアッパー自体が柔らかいっていうのももちろんあるので、まあ、そこは履きやすいかなと思うんですけど、結構ゆったりめが好きな人は、まあ、ちょっと厳しいかなっていうのも一つあると思います。なので僕結構モレリア好きで履くんですけど、やっぱそれぐらい履ける人やったら大体プレデター履けちゃうんで、あのなんだろう、雨の日用とかのスパイクとかにプレデター選んだらまあまあいいんじゃないかな。結構ね、普段モレリア系履いてる人はいいと思いますよ、うん、はい。足幅に関してアルファって幅広ですか？アルファは幅広じゃないです。基本的には普通の足幅なんですけど、アッパー自体が柔らかいので、あのゆったり感じれると思います。はい。はい。お店で履いてください。それが全てです。ぜひ。スパイクに防水スプレーしていいですか？防水スプレーしてもすぐ取れるんで意味ないです。はい。もう、それはもう意味ないです。はい。はい。はい、中学生でモレリアネオ4を買うのありですか？ありかなしか、うん、いや別に欲しいなら買えばっていうところです。っていうのはなんでかっていうと、なんていうの、別に手入れして自分で試合用として大事に履けるんだったらそれはその子にとって一番なので、別にいいと思うし、そうそう、それこそやっぱね、自分のお金で買うんやったら誰にも文句言われんと思うしね、ね、やっぱそういうところが大事かなと思うので、別に悪いことではないですよね。はい、自分でちゃんと手入れして大事に履けるんであれば別にいいと思います。はい、同じくですね、親さんから子供にモレリアシリーズはどう思いますか？これね、以前にね、これねまさに動画上げたのね、ね、前上げたもんね、一回ね、上げましたね。ですごい結構反響あったんで、以前に上げてるんで、今質問された方はそのやつ一回見てもらってもいいと思います。はい、でモレリアがいいか悪いかはもう本当に各家庭の、そのスパイクにかけれるお金がどうだとか、やっぱそういうことも影響してくるし、もちろんやっぱね、成長期の中でやっぱサイズアウトとかもいろいろあるので、まあ、どこまでお金をかけるかですよね、スパイクに。それはやっぱ各家庭がそのスパイクに肘を置くのか他のものに肘を置くのかで変わるので、まあそこはね、各家庭で、まあね、お子さんと話し合ってやっぱスパイクまではいくら出せるみたいな。だから難しいのはそのなんだろうな、家計を苦しめてでも高いスパイクを買う必要があるかって言われると僕はそうじゃないと思うし、出せる範囲の中でやるしかない、うん、っていうところだと思うんですよね、うん、なのでまあ本当にね、各家庭によって出せる出費が違うので、まあ、うちは例えば1万円しか出せないんだったらもう1万円の中でやっぱ選ぶしかないし、無理して買ったってしゃあないし、うん、と思います。なんで以前にこのモレリアどうっていう動画出してるんで、ぜひ過去の動画見てください。はい、はい、矢野さんの中で水野のおすすめのスパイクは何ですか？まあ、水野全般もう全部いいっす。もう本当に本当にどれもいいです。なのでおすすめっていうのは逆に本当に足に何が合うかっていうところまず見させてもらってのおすすめになるので、はい、水野どれもいいと思います。本当に、はい、ぜひお店に来てですね。そうですね、はい、履いてもらうといいです。アシックスのラインがオレンジのやつありますか？5ですかね。ああ、これか。はい。すごい、よく分かったね、すぐ。はい。これですね。X ライン5。うん。あります。いいですよ。はい。ぜひ試合用におすすめです。
ぜひ。はい。で、ダイナパックのベータは 7.5 のみです。はい、7.5 のみです。で、まあ最後ですかね。そろそろ。まあ30分、あと6分行こう。そうですね。はい。で、アシックスのウェアが見たいですっていうのがありました。マジ？アシックスのウェアいいよ。足型靴いいんすよ今。でこのアシックスのトレーニングウェアは今季の春夏モデルです。はい。結構ね薄手なんですよね生地が。でストレッチ性もあるのでフィット感もいい。でこれ見てもらうとめちゃめちゃタイト、シルエットタイトなんですよ。で近日僕が着てる動画もアップするんでぜひ見てほしい。はい。めちゃめちゃタイトです。ですごく体のライン出て美しいんで。いいと思います。かっこいいですよ。もうだから昔なんかアシックスってなんかどうって思われがちだけど今のやつマジかっこいい。こういうのとかシンプルでかっこいいんでぜひ。はい、ナイキで HG と AG 兼用で履けるスパイカーありますか？ありません。というのもナイキに関してはあちょっとここうるさいな。ちょっと見ましょう。この横にね例えばこのナイキの HG と言われるこれは基本的には日本で土のグラウンドでサッカーをする人のためだけに作ったアウトソールなので基本的には人工芝での使用のテストをそもそもしてない、耐久性してないっていうのと、あとスタッド自体がちょっと短めなのでちょっと毛足の長い人工芝だと滑っちゃうんですよ。なので基本的にはこれ人工芝で使えません。まあ、基本的には土で使ってください。なんで基本的にはまあ兼用というものはないです。はい、はい、マンチェスターシティのユニフォームとかってありますか？ユニフォームはないですが、新しいトレーニングウェアですね。練習とかで着る新作のやつはこれ入ってきました。もう早速売れましたこの間。はい、ミランもあります。はい、おーアーサルあります。これおしゃれでしょ。アーサルこのプラシャツ激レアですからね。もうこれラスイチですこれ。はい、これいいよ。はいはい、4年生の息子がモレリア以外履きませんがやはり履き心地は違いますか？幅高高幅広です。ちょっとね、じゃあ向こう行こう。向こう行こう、はい、もうちょっと狭いからな。モレリアのフォージャパン、じゃあちょっとここで出しましょう。まず、小学校の4年生のお子さんがもうモレリア以外履かないと。はい、履き心地は本当に違うのかと。そう、これ確かに履き心地はめちゃめちゃいいんですよ。ただね、買うのが早すぎなのかもしれないそれは。というのも何でもそうなんですよ。多分その質問されたお父さんかお母さんか分からんですけど、多分例えばお父さんお母さんも例えば車いい車な乗ったらもう次安い車乗れないですよね。要するにいいもの手に入れちゃったら次値段落とせないんですよ。だから早い段階でモレリアを履くってことはそもそもどうなのってとこもつながるんですよ。だから人間って誰もはそうですけど、いいものを手に入れちゃうと次値段落とせない、ランク落とせない、こんなんみんなそうなんですよ。誰でもそうなんですよ。だからこそさっきまあ要するにこうモレリアがいい靴だけどでも用途に合って使えないとそれって全く効果も出ないし意味がないので、なんでそこはちゃんとお子さんと話し合って試合用としてモレリアを履く。じゃあ練習はじゃあもっと低価格で耐久性のあるもの、クッション性のあるもの、足を守るものをちゃんと選ぶっていうところをちゃんと基準で選べば問題ないと思うんですよ。はい、なので、まあ、子供が、まあ、お子さんがモレリアがいいからって言い続けたところで、じゃあそれって本当に意味があるの？それって履き心地がいいだけで本当にじゃあそれって本当に正しい履き方なのかとか、お子さんのためにどうなのってところをちゃんと考えて選んでもらうと思います。はい、そこはちゃんと家族で話し合ってもらった方がいいです。でそこで納得できない場合は僕のところに来てもらえればちゃんと話します。はい、こういう話結構あるんで、はい、はい、まあ、ちょっと時間残りわずかなので結構パンパンと答えてますか、うん、いきますか。はい、アシックス DS ライト AG ありますか？ありません。はい、もうやってません。はい、やめます。イニオンスポーツは兵庫県に来たりしますか？来ません。行きません。ごめんなさい、はい、来ません。名古屋だけです。名古屋岐阜だけです。ヒュンメルのボラートありますか？あります、いっぱいあります。こちらです、皆さん見てください。いっぱいありますよ、いっぱいあります。もうで今回ボラートが何がいいかって4点は、まあ、この辺のサイズからなんと今回から29まで作ってるんですよ皆さん。前作は28までしかなかったんですよ。
なんだけど、そう、今回29まで作ってるんで、ぜひ足を大きい人選びます。はいはい、高が高い人におすすめのスパイカーありますか。これは高高いですもうぜひ。はい、プーマのウルトラどうですか。新しいやつですかね。あ、履きやすくなったんでおすすめですけど、ただかかとのパッドがちょっと靴ずれしやすい可能性もあるので、これはねぜひ皆さんお店で履いてください。はい、そしたら分かると思います。はい、はい、じゃあちょっとレガースと、うん、キーグルが来てるんでそこ最後行きましょうか。めっちゃちっちゃいレガースありますか。ないです。はい、これ動画でやりましたっけ。やってないです。やってない、ね、じゃあそういうのやらないです。はい、レガースはこんな感じです。皆さんもちゃんとしたやつつけましょう。で、いや、じゃあこれちょっと待って、言いたい、これは言いたい俺はめちゃめちゃ言いたい、これ、はい、小さいレガースってマジ意味あるって僕はみんなに聞きたいんですよ。だってそもそもレガースって足を守るためですよね。そもそもそれを小さくしたところで、今まあ流行ってますよね、グリーリッシュ選手が履いたりとか。でも小さいのめ、ただこんなちっちゃいやつつけたところで、それでじゃあ怪我したら皆さんどうします。結局本末転倒ですよね、それって。皆さんいいプレーするため、サッカー上手になるためにレガースつけるし、いいスパイク履くしなのに、そこでわざわざ見た目だけの感じで小さいレガースで足守れんくて、で結局相手に蹴られて怪我して試合出れませんってなったら、それ意味あります？っていうところ皆さん考えて選びましょう。はい、はい、じゃ最後ちょっとキーグロを映して、はい、もうない、ラスト質問です。あ、いいよ。スパイクって練習用と試合用分けた方がいいんですか。はい、これは分けて方がいいです。でなんでかっていうと、毎日同じスパイク履いちゃうとスタッドってすぐ削れちゃうんですよ。ただその削れたスパイク、例えば、1ヶ月前に買ったスパイクを履き始めて1ヶ月後にはもうまあまあ減っちゃうんですよね、毎日履くと。そのスパイクで大事な試合出たら滑りますよ絶対ね。だからこそ常に試合はポイントのあるいい状態のスパイクを履くことが大事なので、なので試合用と練習を分けることが大事なんですよ。はい、ここです。はい、 OK。 はい、ありがとうございます。よし、やりきったということで、今日は TikTok ライブとインスタライブ両方ともやりましたけど、まあ、また不定期でそうねやることがあると思うの で、ね、またちょっと来月ぐらいねちょっとやりたいね。あとは普通の動画にもコメントくれれば矢野さんがちゃんと答えますので、今日ちゃんと質問ちょっと拾えなかったやつとかはそちらでコメント送ってください。はい、はい、なんでね、ぜひ皆さん今日ありがとうございました。あのね、本当に普段ね聞けないこととかも全然こういう時にコメントもらえれば答えますし、でね、どんどんコメントにも入れてもらえればね、普通の動画にね、いいと思うんでね。はい、なんでぜひどんどん DM をもらえれば答えますから。はい、なんでね、今日皆さんありがとうございました。付き合ってくれて、また皆さんお会いしましょう。ありがとうございます。